最初から、うまく作ろうとか、完璧に作ろうとか、そんな風に思っちゃいけません。とりあえずまず完成させることです。完成させた後で、なんか足りなかったとか、もっとこうすればよかったかなとか、そういうのがいくらでも浮かんできた時には、おめでとう。あなたはもっと上手くなれるんですよ。はい、皆さんこんにちは、マスクです。今回はですね、こちらの動画チャンネルの、趣旨にまたちょっと戻りまして、プラモデルの勝ち組動画の方をちょっとやっていこうかと思います。今回はこちらですね、バンダイさんの、30ミニッツミッションシリーズの、エルザビークル走行突撃メカバージョンですね。最近出た30ミニッツの新製品なんですけど、こちらの方の勝ち組をちょっとまだ何回かに分けてやっていこうかと思います。はい、はい、こちらの箱の中身はこんな感じになってますね。ポリセスとランナーパーツ、はい、こちらですね、以前、こちらのチャンネル始めた頃には30ミニシリーズってバンダイさんのオリジナルのこのロボットシリーズの方を、パチ組動画をさせていただいたと思うんですけども、今回そちらと同じシリーズですね。その中でもエグザビークルって言われてる戦車とか航空機とか支援メカのシリーズがあるんですけども、それの中で出たちょっと新製品で、こちらの走行突撃メカってやつなんです。これ見ていただくとちょっとこう丸っこいロボットのようなんですけど、実はこれですね、シリーズで出てくるロイロイっていう支援用のロボットたサポートロボットたちがいるんですけども、それがこう合体してるパワードスーツみたいなマシンなんですよ。この頭の上のところがそのロイロイって言われてる4本足の支援ロボットがこう合体してこの丸っこいボディを動かしてるっていう、そういうやつなんですね。はい、こちらの方をちょっとこう何回かに分けてパチ組動画の方をやっていこうかと思います。はい、はい、ではまず今回は、本体の制御ユニットであるこのロイロイくんですね、こちらの方をちょっと組み出していこうかと思います。こちらですね、ランナーの2H2 です。はい、こちらの方から、この順次パーツを切り出していきます。22と23、18、19ですね。はい。はい、こうしてこちらに、パーツの方を切り離した形になります。はい。で、まず最初はこちら22と23、このパーツですね。こちらをこうやって、これモナカコードなんです。次がこちらの18番ロイロイの下半身ですね、こちらをこう取ってます。はい、そしてこう特徴的なここのセンサーラインのところですね、こちらの方がシールになってますので、これを貼ります。最後にこちらのヘッドパーツを加えます。はい、こんな感じですね。これが本体の支援サポートメーカー、ロイロイですね。これはシリーズ、サーティミーシリーズで出てきてる地球連合軍とバイロン、そしてマクシオンっていう、今三つどもえの勢力になってるんですけども、登場してる商品ラインナップが、地球連合とバイロンで最初にこのロイロイっていうのが出てきたんですよね。こういう4本足でちょこちょこ動き回るサポートメーカーっていう感じですね。はい、これ見るとなんかあれですよね、平べったく本体に4本足、昔有名な宇宙戦争ってね、SF の元祖で、侵略もの SF の元祖のウェルズの開発でトライポントって3本火星人が乗って3本足のロボットがいましたけど、そんな感じですよね。まあ、あれはなんか足が三脚型で
触手みたいなマジックハンドが入ってそこから熱線砲を打ってくるっていうロボットだったんですけどね、こいつはもう単純にノバジョコってくるとこ歩き回ったりするような感じだったんですけどね、まあ、見た目はなかなか愛嬌のあるっていうことですね。では次にエクステンデッドアーマービーク、こちらの本体を準備しています。SMH1 の2と3ですね。どうだったんですね。こちらを切り出ポリキャップパーツですね。これの、ここを、サイトパーツ。で、ここを、で、これで胴体の完成です。簡単でしょ。はい、で、まあ、見ていただくと分かるんですけど、こんな風にですね。ここいいなんですけどね、もしくはちょっと塗ってしまった方が、こんな感じ、それで、胴体が完成ですね。そして次がこちらですね、腕のパーツになります。こちらの6番のパーツと、こちらの14番を、ですね、CH の02、こちらの関節パーツで CH の4番で、こちらを
で、この同じく、こちらの、ボタンと、キュッですね。腕パーツ。こちらを、これ注意しなきゃいけないけど、向きを合わせる必要があります。そしてこちらに、こちらの5番ですね。関節カバーですね。こちらにはめ込みであげれば腕パーツの完成ですね。はい、で同様にセム 2H のこちらのパーツでも同様に腕の方を作っていきます。
と、はい、これで上半身と今回のロンドンのね、はい、次回はこちら下半身の方を、作っていきますね。はい、今回はこのようにしていきたいと思います。ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プラモデルは自由だ。ではまた別の動画で、アディオス。